はい、どうも、まるです。アイカツプラネットのあらすじがミラクルチューンズだと思ったのは私だけではないはず。それは思った。絶対流行りに乗ってるよね。アイカツいちごちゃん世代、アイカツカードは努力して手に入れる。あかりちゃん世代、アイカツカードはそこまで努力してなくても手に入る。ゆめちゃん世代、アイカツカードは自分で作れる。あいねちゃん世代、見てないからよくわからん。現在アイカツカード消滅。嘘やろ。消滅オンパレードでクソ。アイカツカードありすぎて全部なくした。ありすぎたらなくさんやろ。今回もアイカツがツッコミどころ満載だったのでツッコミしてきます。アイカツに似てるアニメ、初代アイカツってドキドキプリキュアとは全体的に似てますよね。放送時期も1年違うだけですし。そんなことあるわけないでしょ。姉妹アイカツ、プリキュア、プリパラ似てる。まさかのパクリ疑惑。ただ単に髪型が一緒なだけじゃねえか。ラブライブ新シリーズのイラスト、あんまりラブライブっぽさないよね。ハローラブライブ。ラブライブアイカツと関係ないでしょ。共通してるのアイドルなだけじゃん。アイカツでクソ。で、一番ヤバかったのが星宮いちごってキャラクターなんですけど、もうこのキャラクターに関しては似てるキャラがいすぎてまとまらないぐらいヤバいんですよね。ニセ恋のキャラクターで霧崎千棘ってキャラクターがいるんですけど、星宮いちごとどれくらい似てるんですかね。絶対アイカツしてるよね。なんかプリキュアにもね、星宮いちごに似てるキャラクターがいるらしいんですけど、幼少期星宮いちご。なんか実はおそ松さんみたいな設定ありそうですよね。星宮いちごなんですけど、まだまだ似てるキャラクターがいるらしいんですよ。もうわかんねえよ。なんか韓国版のアイカツ的なのがあるらしいんですけど、シャイニングスター名前なんだけど、ワンチャンアイカツスターズから撮ってるよね。この可愛さは韓国も負けてないですね。すっぴんですか。シャイニングスクールって学校なんですけど、アイカツスターズのとなんか似てね。じゃあどんな先生がいるかって話ですよね。やっぱ先生が似てなければパクリとか言われないしね。有名どころだとアイカツの先生はジョニーって先生なんですけど、シャイニングスターはどうなんですかね。ジャッキー先生。ジョニーやないかい。